アメリカのジャズシンガー・ソングライター、ビリー・ホリデーか、歌とは、声によって音楽的な音を生み出す行為のことであり、リズムや節をつけて歌詞などを連続発生する音楽、娯楽、芸術の一つである。歌謡、歌唱とも言う。その起源は、旧石器時代にまで遡るとする見解もある。また歌、歌謡は、文学における用語でもあり、詩の一形式、または、 人立文芸の総称で和歌などを指す。これについても本校で述べる。歌うことは感情を表現とすることを最大の目的としており、その点で事件や事象を聞く人に分かりやすく伝達することを目的とした語ることとは大きく異なる。そのことより場合によっては元の歌詞が半然としなくなる歌唱もある。これらとは別に、 全く意味を持たない声を用いた歌唱も存在する。歌声を会所の歌と評された藤山一郎性を発生させるという意味において話す時と歌唱するときは同じである。にもかかわらず人が話す時と歌唱するときとでは脳の使い方が異なっていることが示唆されている。また人の歌唱は右半球の機能だけで行っているわけでも、 左半球の機能だけで行っているわけでもないことが示唆されている。例えば、ほとんど話すことのできない重度の発話障害を持った失語症の患者であったとしても、過小であれば可能な場合もあることが知られている。実際に、たとえ脳の,の左半球に大きな損傷があるために失語症となってしまったとしても、過小ならば可能であった症例も見られた。無論、 歌詞はうまく発生できない場合もあるものの、旋律は正しい症例も見られた。ここまで見てくると、人の歌唱は一見、右半球の機能であるかのように思える。しかし、中にはほとんど話すことのできない、重度の発話障害を持った、失語症の患者であるのにもかかわらず、歌唱を行った時に、歌詞の一部は正しく発生できた症例も見られた。歌。 歌うの語源は、折口忍によれば、打った譜であり、歌うという行為には相手に伝えるべき内容の存在を前提としていることもまた確かである。特営願賞は、歌の語源として、言霊によって相手の魂に対し激しく強い揺さぶりを与えるという意味の、打つから来たものとする見解を唱えている。日本の伝統的なものとして民謡、わらべ歌などがある。 特定集団に属するものとしては、国家の歌としての国家や、都道府県歌、市町村歌など自治体に関するものがある。また、学校の歌として、校歌、寮歌、教育用の歌として、小歌、会社、企業の歌として、社歌、軍隊の歌として、軍歌などがある。スポーツ応援などのための応援歌もある。政治集団に関わるものとしては、革命歌、労働歌などがある。他、 宗教音楽における宗教家がある。クラシック音楽においては、歌曲、オペラ、声楽がある。イタリアには、カンツォーネ、フランスにはシャンソンがあり、いずれも語源は、歌、歌うを意味する。ポルトガルにはファドがある。また、キューバには、ソンがあり、歌曲の一種であるが、語源はスペイン語で音を意味する。アメリカ合衆国には、カントリーミュージックがある。歌謡は、 講義には和歌などの陰文詞、民謡、小歌などの俗謡、童謡、国民歌謡、戦時歌謡、ムード歌謡、リズム歌謡、テクノ歌謡など、極めて後半に及んでいる。しかし、昭和以降の日本で誕生した歌謡ジャンルのほとんどは歌謡曲、または流行歌の範疇に入るため、現代の日常的な場面で、歌謡といえば、通常は歌謡曲や流行歌、 それに類する歌詞のある曲を指す。神道のカグラにおいて、カグラ歌がある。他、古代日本の歌謡には、王歌などがある。また、和歌、後和歌の成立以前にも、祭りや労働歌などもあったとされるが、記録が残っていない。奈良時代から平安時代初期にかけて、民謡外来楽器で伴奏しながら歌うサバラが、成立した。後に雅楽に取り込まれた。また、 監視を歌った漏洩も同じ頃に成立した。仏教音楽において節をつけて、仏典を歌った声明が、大原漁さん、最長や空海などによって伝えられ、天台生命や新言生命などが作られた。日本中世において、語り物と歌い物と呼ばれる様式が誕生した。歌い物は、音楽、歌唱的な要素を重視したもので、語り物は物語を重視したもの。 琵和帽子による平家物語は平曲と呼ばれる独自のメロディで語られた。平曲は生命の公式の影響を受けている。脳、脳楽における声楽部門を歌い、または洋曲という。近世には龍達節が高さぶ龍達によって作られた。また、髪型で自歌が成立し、義太融節浄瑠璃、長歌などの母体となった。 ポピュラー音楽には以下のような多様な歌のジャンルがある。歌謡は講義には曲、または節を伴う詩歌を奏唱する語、または声楽曲の奏唱であり、必ずしも文字や言語にとらわれるものではないが、声楽曲の歌詞や詩想を文芸とみなして、これを歌謡文学として把握した場合には、言葉を中立ちとするものであり、交渉性とともに音楽性を模有し、 未だ文学とは意識されない、文学以前の領域にまで踏み込むものである。このような文学ジャンルとしての歌謡は、音楽性を伴う、韻文形式の作品のことを言い、韻律文芸の総称である。歌詞をその音楽と分けずに言及する言葉であり、朗読するしかに対して、歌うしかを指す言葉である。なお、民間の歌謡は、多くの場合、文字として記録されない。 交渉文学として存在した。中国において、歌謡という言葉は、指揮、感情、原石の音楽論などで使われている。しかし、このような文学概念の一つとしての歌謡という言葉の使い方は、明治以降の日本文学や国文学研究者によるもので、読まれる鹿に対して、歌われる鹿を歌謡と呼んだ。今日では歌詞と音楽は分けられるが、時代によっては、 両者が未文化であり、文学研究においては意味を拡大して使うこともある。歌物、語り物、また古代の聞き歌謡や万葉集のようなかつて歌唱された歌も含める。愛する妻のエウリディケイを偲んで冥界に下り、冥界で彼の奏でた音楽は、そこの住人すべてを魅了したため妻を引き連れての、 原石感を勝ち取りながらも誘惑のためあと一歩で果たせなかったというギリシア神話に登場する学人オルペウスは西洋における歌謡学人の祖と評されることがある。ありがとうございます。